います。多分9月も盛りだくさんなんで、本日の幸福島確率は940% です。ゆうりさんありがとうございます。お願いします。今井ちゃんこんばんは、ありがとうございます。こんばんは、ゆずよろしくお願いします。ゆず今日もかわいいですということでありがとうございます。こんばんゆずゆずの赤羽だそうですね、その通りですね。あ、なんか昨日一昨日かな、たまたま赤羽という駅か駅に関してなんかすごい赤羽に詳しい方がいたんですよ、その場に。で、あの赤羽のなんか歴史みたいな聞きました。全然わかんなくて、私赤羽レニーにしか行ったことないんだなと思って、びっくりしたんですけど、そうなんだそうなんだと思って聞きましたよ。東口と西口があってみたいな感じで行って、で私でも赤羽はその赤羽レニーにしか行ってないんですけど、行けてないんですけど、なんかあでも商店街か、商店街に行きましたわ。商店街に行ってなんか美味しい唐揚げのお弁当屋さんがあったのをすっごい覚えてますね。食べたくなっちゃいます本当にね。でもいや今日めっちゃお昼がっつり食べた割にお腹空いちゃったな。なんか生あ年中眠い丸ってことで、年中ね眠いのはびっくりだけど年中毎分毎秒眠かったらそれは結構大変そうなんですけど、なんかたまにあるんですね、そういうなんか日。でもなんか別に何してたわけでもないのに単純に多分眠いんですよね。すごい眠かったんですよ今日もちょっと眠いけど、でも昨日よりは全然、昨日なんかちょっとぶっちゃけると集中しになんないシーンが突如現れて、結構ピンチみたいな、結構ピンチだったんですよ。なんか頭を脳をフル回転しないと乗り越えられないみたいな、なんかピンチが突如訪れて、やばいみたいな感じだったんですね。まあ私だけじゃなくみんななんですけど、でその時にあちょっと今から集中しようと思って、集中タイムにこう自分の中で脳みそとか頭とか顔っていうか顔つきとかを集中モードに持ってったんですよ。でも人っていうのは睡眠のその本当に睡眠欲っていうか眠気の最高到達点まで行ってる人ってもう何しても何にも頭も動かなければ何にも頭に入ってこないじゃないですか。だからあもうこれはちょっと一時ちょっと睡眠学習しようと思って、冷静になろう落ち着こうと思って一回寝ようと思って寝たんですよ。ちょっとでも眠かったです。それでもちょっと寝て頭すっきりするっていうやつ私なんないからダメでしたね。まあでもなんかそのそういう時にもなんとかかんとか頑張るしかないと思って、この極限状態の中で唯一脳みその中でこんぐらい動いているような、もうもやがかかったような脳みそをこうやって振り払ってあーちょっと頼むーみたいな感じでやってました。まあ人間っていうのはねやる気ですよ全ては。てなわけでそうですね、涼しくなってきて過ごしやすくなりましたからねってこと。いや涼しくないです、まだまだ暑いです。もう暑くてたまらないなーみたいな、もう日本の夏だって感じです。まだまだね。えマサさんこんばん、あ間違えこんにちはす、あでも間違ってないか、こんばんこんにちはす、こんばんゆす、ありがとうございます、よろしくお願いします。もめさんがあフォローしてくれたんですか、ありがとうございます。フォローありがとうございます、いただきました。ちょっと前髪が変にやっちゃったな、変になりましたけども、たくさん、チュリスカ、バンダイキョウさん、初訪問ありがとうございます。嬉しいです、ユスです。よろしくお願いします。本当にとっちらかりますね、今日の前髪は。よいしょ。ミサトさん、お通過れ様です。ここでお通様です。ありがとうございます。お願いします。冬眠しないで、ということで、冬眠するかもしれないですよね。沸騰した時に。
ちょっと冬長いんだよなと思って、私がなんか最近あの人見ないなと思ったら冬眠したんだなと思っていててください。タクシュリシカバンダイキョンさん、パチパチパチ初見ですということでありがとうございます。改めましてイエーイ、よろしくお願いします。あ、すごいフォローもしてくれてありがとうございます。フォローも嬉しいです。いただきました。ヨシタンさん、100回目の訪問ありがとうございます。嬉しいね。最近ね、こういうショールームでも会えますもんね。まあまあ、できる限りちょっと平日はショールームをやれるようにしていきたいなと思ってるので、よろしくお願いします。今後とも冬眠する暇ない、スケジュールこんばんはということで、マサさんで、それぐらいさ、あの入れたいですよ。私たちスケジュールを全部埋め尽くしたいんですよ本当は。そうですよね、寝てる間もなく、まあ全部埋まっちゃったな今月みたくなりたいんですよ。でもまだ空白ありますよ9月なんかその別にイベントごと以外にも確かにスケジュールって入ってくるじゃないですか。それを全部ね入れ込みたいですよね。アーケードのララガーデンですね。ララガーデンって言うんですか、アーケードの名前がですか。嘘、なんとか商店街みたいな、なんとかアーケードじゃないんですねあそこは。びっくりしました。やっぱ都会のアーケードはすごいですねシマリーさん、スキピさん、2度目の訪問ありがとうございます。あ、エノさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。お願いします。イエイ。ニーニーさん、こじちやわらルームさん、あ、ショールームさん、初訪問ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、ひーくんこんばんです、よろしくお願いします。23日の福島を遠征したいな、郡山福島ってことで、私の口から言っていいんですかね。多分言っちゃいけなさそうなので、まあ、今日のところは黙っておくんですけども、22、23、24とその東北の遠征が決まって、そうなんですよね。22もうまだ言えないか、そうだな、23も言えないか、そうですよね、まあ、全部言えないんですけどきっとなんですけど、宮城、福島、宮城ってこう行き来をする形になりますね。なのであのみんながどうやって移動するのかとか、まあ、何日に参戦するのかとかすごい気になってるんですが、そうですね、個人的にはちょっと21にお仕事があるので私はちょっと前乗りするんですけど、前乗りっていうかなんていうかするんですけど、だから結構その週間はウィークは東北ウィークだなと思っております。そうなんですよ。あ、つげるさん嫁ありがとうございます。お願いします。遠征発表されましたねってことで、そうですね、なんかあのまあ1週目は宮益坂書店もあって先月お休みになっちゃったんで、まあ確実に1週目はないというような見解だったんですけど、私もなんですけど、ここにカレンダーがあるんです。10、11、17、18、でも18撮影会だしって言ってた時に、まあなんか23、24、25のどれかかなと思っていましたが、最終週の週末ですよね。そうなんですよ。あの25も25であのライブが、あ、これはちょっと多分ソロなんですけど入る予感がしております。そうですよね、そんな感じです。ラフなユースさん応援かなヨシキさんこんばん。ユース今日の髪の毛についてね、ちょっと髪負けなかったから、確かに結構ラフなんですよね。そしてね、もう一つ言うと、ここそんなに声を張り上げることができない空間なんで、あのちょっとこそこそ喋ってます、なんちゃって。あ、もめさんこんばんは、改めましてこんばん。ユースよろしくお願いします。みさとさん、フォローありがとうございます。フォローとか言っちゃって、フォローありがとうございます、嬉しいです本当に
あ、和子さん、冬眠したら冬眠じゃないってことでいいのかな。いや、逆を言うと東北地方に冬眠するので、あの、もうずっと東北にいるかもしれないです。逆に、逆逆に。あ、シマリーさん見つかった、こんばんは。すごいなんか分かりやすかったです、ありがとうございますパン好きシュリちゃんでクリームボックス紹介よろしくです。知らないみたいってか、あ、パン好きなんですかシュリちゃんって。はい、今知りました。あのクリームボックスって郡山のあの、まあ、ごなんていうの、ソウルパン、ご当地パン、うん、そうなんですよ。あれはちょっと食べてみないと分かんないですね。なんて言ったらいいんだろう、あれ私なんか前イベントで作って大失敗したんですけど、ユスは自分では作れないあの特別なパンなので、あのぜひね、郡山駅中にも箱買いで買えるので、箱でも買えるんですけども、うん、あ、でもなんか普通にパン屋さんに行ったら、郡山のパン屋さんとかベニマルの中のパン屋さんとかにはクリームボックスは、まあ、ほとんど売ってるんで、ぜひ食べてほしいですね。早くしないと予約できないけなってことで、和子さん、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってほしい。どうしよう、22、23、24をぜひ和子丸さん開けといててください。22は平日だと言えない、平日なので無理なんだよねってことで、そうですね、確かに今とか言って、まあなんかなんだろう、奇跡起きるかもしんないんでね、赤羽さんもストーリーの通りなんですね。あ、そうです、あの先ほどストーリーを上げたんですけど、そうですね、まあ逆に言うとツイッターもストーリーも私同じ感じで上げちゃってるんですけど、そんな感じです。9月のスケジュールは頑張って遠征したいとってことで、であの本当に皆さんが好意に駆けつけてくれたりとか、行きたいなと思ってくれてるのが嬉しくて、一緒に行けたら最高の思い出になるので一緒に行きたいんですけども、あとは待っててくれる方を一人でも多く増やしたいですね。さまま、愛より入れて愛よりひろしさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんです、よろしくお願いします。花神さん、こんばんは、来てくれてありがとうございます、お願いします。25もあるんですねってことで、まあ、25は東京です、はい、なので予定では、まあ、もし入んなかったらすいませんなんですけども、今のところはって感じです。変な前髪、はあ、逆にマジか、マジかですよ、バーゴマリさん、クリームボックス美味しいですよねって。うん、そうなんです、あのクリームボックスはあのもし奥が一、万が一奥が一、そのクリームのお味があってなんだろうと思う方がいたとしてもね、そんな方はいないんですけど、なんか例えばクリームが苦手って方もいろんな味があるんです。なんで私はイチゴがすごい好きです。イチゴ食べてみてほしいですね。クリームボックスのクリーム瓶で売ってますよね。そうなんですよ、あのだから普通のトーストとかに塗ってもう気軽に手軽に作れますよってやつあるんでいいですよね。あ、福光さん、こんにちは、ありがとうございます、よろしくお願いします。3日間ガクガクブルブル、え、震えないでくださいよそんな。いや、まあその3日間はそうなんです、遠征あるんですけども、まあ私的にその22から22、そんな早い時間っていうよりかは、うん、夜だと思うんですけどね、やって、それで23日に福島県でライブっていうのはね、福島でライブをするのがすごい久しぶりなんですよ。でもう一本もライブできなかったもん、コロナの時に、コロナで、え、なんですごいラブ福島のリリーベも結局できなかったですね。だからすごいこうあーと思っていたんですよ。だからね、嬉しいです本当に。
ね、けっぱっていけると思うので楽しみにしてますねってことで、みさとさんありがとうございます。あの本当にめちゃくちゃ待ってます。あわゆむさんこんばんは、ありがとうございます。こんばんゆす、よろしくお願いします。22は平日だしってことで、平日のまあ皆さんがお仕事とか終わる時間帯に入れたいんですと思ってます。入れたいなって、どうなるか分かんないですけどね。郡山だったら久しぶりなので嬉しいなって。そうですね、どこでやるんですかね郡山だったら。福島も郡山もめっちゃ久しぶりになってしまった、なってしまいましたね。ね、嬉しいですね。もなべかずさんこんばんは、ありがとうございます。こんばんイース、よろしくお願いします。今週末はワントゥーワンの新潟遠征ですってことで、新潟に行くんですか今度みんなで。そうなのか、羨ましいですね。あ、でもケミカリさんの主催ですよねきっと。いいね、いいねとか言って、はちみつ兄さんリリーベしましょう、しましょう。リリーベほんとしたいです。なんかできるかな、でも今回はどうかなって、対バンでだけになるかもしれないですけど、まあ普通に自分たちのリリースが決まったら私も合同でリリーベをやりたいなと思うんで、いつかやりたいですね。郡山どこでやるんだろうね。あ、ナペカズさんこんばんは、ありがとうございます。こんばんいいし、よろしくお願いします。ハマッチさん初訪問ありがとうございます。福光さん新 MBL の完成伸びてますからね。あ、伸びてるんですか。え、じゃあシャープ9、新しいシャープ9でやりたいんですよ私もでもなんかその行った方によるとね、すごい広々としてて、もう新しくなってますますパワーアップした会場になってるって教えてもらって、なんか見たいですし、で立ちたいしって思ってる感じです。なんか前回シャープ9行った時ね、あの時なんかすごい緊張したの覚えてます。なんかいつもヒップショットさんでやってたんですよ。いつもというかその遠征した時はヒップショットさんで、郡山のヒップショットジャパンさんでやることが多かったんで、なんかシャープ9さん初めてだと思ってめっちゃ緊張しました。それめっちゃ覚えてます。3人で来るとか歓喜歓喜。郡山のあ MBL 郡山駅前に移転なんですね。そうだから、もし電車とかで来るよって方は来やすいんじゃないかなって思います。対話なのでメモメモ、まあ主催やれるようになりたいんですけどね、まずはこうお邪魔しますってみんなで行けたらいいなと思ってます。そんな感じです。わあすごいな、なんか9月ね。あ、パチンコ屋さんの上の MBL は何とか言ったけど、そう MBL さんね、私も何度か行きましたね。そうなんですよ、大きいそのなんて言うんだろうな、あの駐車場もあって敷地面積広いですよね。あそこ下のお店で旅費稼ぎたかったのにえ、なるほど、そういうことができるのか。確かに負けないでくださいね、その時は。もうあれか、あれだけど、でもなんか国道4号線沿いにいろいろお店あったんで、やってみてくださいマサさんも。あ、エルちゃんヤッホーヤッホー、よろしくお願いします。でもそんな感じで、でもなんか次の遠征もそうなんですけど、まあでも遠征か、うん、そうですね、に向けて結構最近は準備してます。準備して、ちょっと決めになんないことと取らんなんないものと準備しになんないもの全てがあるので、え、9月ここにね、実はひまぷりさんのカレンダーがあって勝手にいつもチラ見してるんですけど、9月は上旬がちょっとバタつきそうな予測ですけど、いいねこのカレンダーめっちゃいいですね。9月は全員なんだ。あ、10月も全員か、全員っていうかチームか。
9月の予定も少しずつ決まってきて嬉しいですね。そうですね、9月これ以上増えるかは分かんないけど、一応こう決まってよかったと思いました。台風の中一人行ったのは良い思い出、いい思い出、帰り大変だったけど、で、いや本当に台風とバッティングして、まあ今回はどうだろう、今回もでも何が起こるか分からないから、お互いに気をつけたいところなんですけど、遠征もそうですけど、地元民からしても、まあ台風ってなると本当になんかそのこう川もそうなんですけど、まあ、駅前が郡山駅前とかってちょっとこう下ってるところちょっと低いんですよね。もうだからもう信じられないことになっちゃったりとか、いろいろこういうなんか天気とか天候左右されます。だからもう気をつけないとなと思うんですけど、駐車場タダだったからよかったんだよね。あ、そっか、 MBL さん、そういうことか、確かに。あ、じゅんさんこんばんいす、ありがとうございます、こんばんいす、よろしくお願いします。平日もライブがあると嬉しいのですが、わかりました、わかりましたって言って私が決められたら結構いい感じなんですけど、夜ってことですよね。あーつって夜、夜、平日の夜、確かにな。24、お仕事お休みの日でよかった。よかった、エルちゃんすごい、そんななんか素敵なタイミングで行けてよかった、よかったです。本当に郡山は冠水するとこ多いから大変、いや本当にびっくりしますよね。なんか郡山の友達とかも結構、そうですね、でも極端だな、何もなく無事だった派と、やっぱりこうめっちゃ家1階部分浸水しちゃったっていう、こう分かれますね、場所によるっていうか、そりゃそうなんですけど。ケイタさん2度目の訪問ありがとうございます。郡山駅前、まあ見事に池になってましたねってことで、そう、もう本当にびっくりしました、怖いですね。だから9月10月とか本当に台風多いじゃないですか、まあ、今もそうか、だから気をつけるもそうなんですけど、絶対にぶつかんないでほしいです。それをめちゃくちゃ祈る。ぶつかったら本当にいけないと思うんですよ。行ったらやっぱり危険なんでね、正直なと思いました。そんな、まあそんな感じで、でも今日は遠征のことやっと言えてよかったです。ほんと早く言いたかったんでね、ちょっともうさすがに、だってもう1ヶ月だばい、1ヶ月だけど1ヶ月前か、8月終わっちゃう、いや明日最後の8月ですか、もしかして、うわ明日最後の8月だ、8月最後の日だ、どうしよう8月最後の日、悲しくなってきた。台風シーズンで、ね、台風シーズンですよ、夏も終わりですな、もう悲しい、私が太平洋高気圧をとどめておきたい、行かないでって言いたいですもん。うわー、今年やり残した人、何か夏、夏っぽいこと、じゃあ、はい、私がやり残したことは、バーベキューです。バーベキューとキャンプをしませんでした。はい、すごく反省してます。あとは、はい、はい、私なんですけど、船にもう一回乗りたかったです。6月に、あ、じゃあ7月 ?6 月 ?6 月に船に1回乗ったんですけど、まあもう1回乗っとくべきだったなっていう風に思って反省してます。あとは、はい、私なんですけど、かき氷をコレクションできなかったです。今年はかき氷を食べたけど、かき氷を食べに行くぞって言って出かけてないです。ダメですね。あとはね、あとはですね、はい、私なんですけど、夏祭り、
あんまりやってなかったかもしれないんですけど、夏祭り的な雰囲気を何も味わわなかったです。これもダメ、良くない例ですね。悲しいです。明日は31の日だよ。あ、31日がつく月は毎月、毎月というか31の日なんですか。え、食べたいでござる。31食べて挽回するか。やり残しまくるユスちゃん本当にやり残しがすごいです。もうライブの数も少なかったからな、やり残ししかないわ。そう考えるともうちょいライブをしてね。えでも外でライブ仙台でできたのはすごいね、良かったです。夏らしかったです。たくさんありますね。あっぱい七夕祭り入りませんか。あ、七夕祭りはあのね、位置づけで言うとこうですよ。もう夏祭りなんか、まあ秋祭り七夕祭り提灯祭りみたいな、そういう感じだから、あのもうなんていうのかな、一つのジャンルですよ。確立しちゃってるみたいな。そう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 。だからそうだね。あとでも今さあれだけ、あーでもちょっとだけ出店があったんですよ、七夕祭りの時に仙台で。あれを食べといたらよりなんかこう夏エキスを吸収できたなっていう後悔してます。なんかそれすごい覚えてて、ひょうたん揚げ並んでたんですよ。その時にその目の前に夏っぽい屋台があったんですね。まあ5軒ぐらいですかね。でうわー並んでる間に私あのくじ引きとかやりたいなってめっちゃ思ったんですけど、いやまあ並んでる手前そんなことはできないじゃないですか。諦めました。やっぱ夏祭りって言ったらもうね、いろいろありますけど、焼きそば食べてジャガバター食べてたしなんで、なんか串みたいなの食べて、もう渡辺食べて、まあ場合によってはリンゴ飴的なものも食べるんですけど、まあ、飴類ね、べっこ飴とかなんとか飴とか、あとなんだっけかね、あとあのかき氷、いやトウモロコシはいけたら行く、イカもいけたら行くみたいな。そう言ってなんか本当に食べるもの多いですけど、やっぱ一回やらんなんないのはくじ引きですよ。もう夏のくじ引き、秋のくじ引き、いやでも夏のくじ引きを引いたことによって秋のくじ引きも引く権利があるっていうぐらいだから、もうくじ引きをしないと絶対ダメ。それは景品の中にあれが欲しいって狙いがあるない関係なく一回引かんなんないんです。それはどんなことがあっても引いてないですからね。私おみくじしか引いてないですこの夏。でもあれくじ引きじゃないですから。じゃあくじ引きじゃないですよね、あれ全くもうですよ、本当にね全くもうです。大島も行きたいな。あ、行ってみてください。本当に大島おすすめです。私福島出身なんで島が好きですからね。大島もいいとこでした。夏らしいことは仙台七夕祭りくらい、私もやり残しばっかりってことで、わあでも本当に明日ですよ。美里さんも明日全ての夏を挽回できるチャンスですから、まあ、夏ってね10月ぐらいまで続くんですけど、でも明日ちょっとやってみるみたいな。ひーくんなるほどね、なるほどでしょうライブ楽しかったな、遠い目。いやもうまた間近ですからね、9月に入ったらまたまたですよ。ひょうたん揚げ食べれたじゃん、ずるい、売り切れだった。え、売り切れたんですか。あごまるさん、それいつの話ですか。それ七夕祭りだったら我々がじゃあめっちゃ食べちゃったんかな。まあ一個ずつしか食べてないですけど、確かにお店の前に出店ありましたね。あ、出店かあって、ああいうところでちゃんとチャンスを確実にこうね掴んでいかんなんないんですよね。迷ったら引くみたいな、毎回後悔する。ほぼ全てのお店に寄るタイプですやん。もうだって
そうですよね。本当なんか皆さんが特典会でいろんなアイドルさんを巡る理由が分かるというか、夏祭りの中ではっきり言ってその出店に対してなんか神推しとか決めがたいですもん。まあみんな回るよねみたいな感じですけど、だしなんか別に食べきれなかったら持って帰って次の日とか食べればもっと夏祭りの高野菜みたいな一人でできるし、そうですよ。だってさ、だってさとか言って、だってでも本当に思うのは、お店は365日やってるお店が多いけど、まあお祭りはその時しかないって考えたら、焼きそばだって一つ取ったって自分で作る焼きそばはただの焼きそばだけど、夏祭りで買う焼きそばは夏祭りっていうプレミアムと、こうシーズンライクな素敵な風味と空気を漂わせたその焼きそばだから、絶対に夏祭りで妥協しない方がいいと思います。だって次の年まで我慢したりとか後悔を引きずるの辛くないですかね。だしもし来年そうやってなんか世の中何が起こるか分かんないから夏祭りやれないかもみたいななっちゃったら後悔するでしょねっつって、そう考えたらやっぱり迷ったら買うでも他のことは私あんまそう思わないんですよ。洋服とか迷ったら絶対買わないの。迷ってっていうことは納得が 100% できてないってことだから買わないけど、夏祭りは夏祭り自体に 100% 納得してるってことは、そこの中のお店に対しても全て納得してるから、あの迷ったら買うっていう持論。渡辺有沙さんのことでしょうか。かき氷はやっぱりずんだ味だよね赤丸さんがずんだ味のかき氷を浅草で食べてたのを私は忘れません。今年は浅草で3回今日引きました。すごいですね、3回も。よっぽど、まあ今日が一番多いとはゆえ、仙台でユスちゃんのライブ見られてよかった。パチ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 、最強のコメントヒークありがとうございます。まこさん2度目の訪問ありがとうございます。ユスさんが食べた前の日売り切れてツイートした。嘘、え、そうなのか。ユスたちはじゃあ入荷した後にあれだったのかな。残念だね、ワゴモルさん出店 DD のユスちゃん、巡りますね、時間の許す限り。ここ最近夏のやり残しを忘れちゃえるくらい充実できた。羨ましい。そうなりたいです。それが一番の理想。いいな、エルちゃん充実してるんだな、全部いいな。お祭り満喫してますね、頭の中ではね今。でも現実はそうじゃない、厳しい。前日は、あ、間違えた、現実はあの行ってないですから。涙ですよ、こだわりが強い。夏に関してはねちょっと負けないですよ。そんじゃそこらの人にはちょっと負けないですけど、そうですねこだわってますよね。確かに言われてみればいい傾向ですね。いい考えじゃん、ダバイ。いい考えなんですあのでかい鉄板で焼く焼きそば確かに、キャンジャン、あータタ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 みたいな感じでね、刻んで焼きそば入れて、水入れて、ソース入れて、バーみたいな、最強ですねははーん、さては夏祭りのプロだなってバレちゃいましたか。まあ何を隠そう、私はあの元お祭り委員会なんでね、お祭り委員会っていうのはクラスの中であの自主的に地域のお祭りの情報を勝手にリサーチして勝手に発表するクラス内非公式の係だったんですけど、何か連絡事項ある人ってこうなんか係っていうか、なんか委員長みたいな方々が言うじゃないですか。はいみたいな、
お祭り係からお知らせです。今日はみたいなドクドクで日本松で提灯祭りがあるので誰かみんなで行きましょうみたいなことを勝手に発表して、あのうるさがられてました。そうなんですよね。なんかいい情報を私が言ってるからみんな感謝してくれっつってそうそう、それ迷ったら買う、わかる。そう、その時しかないものとか、まあ旅行かな、旅行に行くってなかなか人生の中でも結構ビッグイベントだから、そういう時に迷ったらそこは買う。でも洋服とかた、まあ食べ物とか、うん、まあそれ系だったら迷ったらユスは買わない。熱く熱く語るユスさん、まあ、夏のように熱くね。確かに買わないで後悔ばっかしてる。え、ワゴマルさん、そうですよね。あの、買わないで後悔、行かないで後悔、そんな遠征はダメです。ダメでございます来て後悔させない、分かってるじゃないですか。私が後悔はさせませんものみたいなね。ユスさんのお話深いですか。え、深いよくはないでした。普通勉強にはならないと思うんですけど、美里さんのその懐にね、の深さというか、ヒロさんも器の大きさに感謝です。ヒロさんに、ユスちゃんのおかげで本当ありがとう。嬉しい。いや、よかった。あの8月にね、楽しい思い出をちょっとお互いにこうできて嬉しいなって思ってるので、まあ、9月もね、皆さん一本でもこう会いに来てくれたら嬉しいですね。本当に毎年いつも同じ場所にいた焼きそば屋のおっちゃんいなくなってかな、悲しいですね本当に。でもありますよね、そのなんかたこ焼き屋さんとかじゃがバタ屋さんで毎年お世話になってるお店、出店、そういうの切ないな。本当に今年はやらないんだみたいな感じだったのかな。すごい。あ、なおっちさんこんばんは。アンドあのあれですね、たくさんのなおっちさんハートありがとうございます。やったー、ありがとうございます。ぶつけちゃいましたけど、ありがとうございます。なおっちさんハートいただきました。ショッピングじゃなくて露店の食べ物でタワー作るゆっさんさ、そういうことにしておきましょう。もう本当にあの、なんていうの、出店露店で私は大体やり残しのないよ、食べ残しのないよ、もうね決めるんですよ。ジョブマンさん2度目の訪問ありがとうございます。明日も焼きそば食べるかな。焼きそば食べたいですね。焼きそば、うーん、お好み焼きもいいですね。食べたい。あー食べたいね。9月も撮影会あるの？あります。あの9月18日にあるって、なんかこれ言っていいよって言われたんで言っちゃいました。今日ツイッターでありますっていうね、うるさがられて。そうですね、なんかすごいみんな絶対喜んでるくせに、だしなんかみんなで、まあ、結局みんなで行くんですけど、お祭りクラスメートとみんなで行こうって言うんですけど、なんか絶対私が最初にその情報を察知して、そうやってクラスのみんなの前で発表したからみんなも行きたくなったわけじゃないかっつってねって言って、なんか発表し終わってうるさいよみたいな感じで言われますお祭りお祭り、なんか一人でお祭りしてるねみたいな。でもまあ言うてさ、行きたいくせにっつって、まあ結局行くんですけど、お祭りに行かないことなかったなみたいな思いますね。なんか祭りが私を呼んでいるんだと思って。明日の晩ご飯フライパンで作る焼きそばなんですが、今日はお好み焼き。マサさんなんで誘ってくんないんですか。普通にもう勝手に夏祭り始めてるあらららら、らお好み焼きも焼きそばも高いなと思いながらも買ってしまう。あー確かに、そっか、そんなん考えたことなかったわ。いや考えたことはあるかもしれないけど、あの
夏祭りマジックか、これこそ。いやー、やられてましたね。でも私が作っても美味しくできないんですもん、焼きそばも何もかも。直樹さん、ファンレベル11に上がってくれてありがとうございます。3ヶ月ぶり2回目ってすごい、なんか甲子園みたいですね。すごい、ありがとうございます。とりあえず29楽しみにしてる。楽しみに、私も楽しみです。本当に秋祭り開催してるとこでの撮影会に来たい。最高じゃないですか。そんなうわーって言って、ずっと皆さんのこと置いて私は一人で食べに走りますよ。スピードが命ですからね。最初に大体どこにどの店があるかをこう把握しますもんね。なんか下見とか行きたいぐらいです。ほんとすごかったな。なんか夏祭り秋祭りの時だけ、まあなんか小学校の時から、幼稚園の時は親に連れられてなんかよくわからぬままお祭りを体感してたんですけど、小学校とかだとやっぱりもう自主的に友達の夏祭りに行きたいってこうすごい強く思うじゃないですか。強い意志のもと私はお祭りに行ってたんですけど、なんかお祭りが例えば3日間あるよみたいなだったら、1日目クラス、2日目部活、3日目親友みたいな、あ、まあ、家族も行くかなっていう感じで日程の割り振りまで決めて行ってました。めっちゃ怖いですよね。なんかでもそうですね。でなんか私は何をしに行くんだって明確な目標を立てて夏祭りに参加するみたいな、すごい。でも今思っても激アツ、本当に本当になんか全てを集中してみたいな。楽しみだな、お祭り行きたいな。ゆうきさん、初訪問ありがとうございます。みんなで行ったのに急に2人だけいなくなったりするんでしょ。もうそんなことないですよ。もう常に出血取ってますもんみんなで行くけど、そんなことなかったと思うんですけど、どうなんだろう。ないと思います。みんないましたよ、近くに。全員その場で、そういうそうか、青春もね、ひーくんは味わってきたんですな。 S1 あ、51にゃんさん、間違えた。あ、こんばんは、ありがとうございます、よろしくお願いします。一人で行くのか。一人でですか。一人では行かせないですよ。猫キュンさん、初訪問ありがとうございます。ね、なんかまあお祭りっていうとすごいこういろいろ、めっちゃなんか喋っちゃった、びっくりしました。お祭りパスの編集長もできそう。やりたいですね。私全国各地のお祭りを取材して記事書いてなんかしたいです。いいな、やりたいな。やれたら最高だけどその時期しか活躍できない、夏祭り秋祭りみたいな。でもいいと思いました。ということで、すごいたくさん喋ってしまったんですけども、結構喋っちゃったな。ですね、まあ、改めてちょっと最後告知をするとですね、9月の3日が渋谷クロス FM 宮益坂書店あります。そして9月の12日が、12日がラッキーアイドルフェス、そして9月の18日が撮影会、そして9月の22が宮城県、23日が福島県、24日が宮城県でライブの予定で遠征です。けっぱって東北の遠征がやっとこうやって皆さんに伝えることができて嬉しいなと思ってます。ぜひ皆さん、少しでも気になる方とか、そして地元から近いなっていう方いらっしゃったら、詳細チェックして遊びに来てくれたらすっごく嬉しいです。やっぱ私たち月に1回こうやってまとまってやってくるんですけど、なかなかそのなんというか、ずっとはね、たくさんの活動東北でできないので、なんか一回一回に全てこう、なんだろう、インパクト、爪痕を残し、忘れられない9月の思い出を皆さんと一緒に作っていきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いします。
宮益坂書店楽しみだってことでね、気軽に見に来てください。応援に待ってるよ。和子さんありがとうございます。イエイ。たくさんの方に来てもらいたいですねってことで、本当にそうですね。なんかそのためにまあ何ができるかなってこう日々考えてるんですけどね、やっぱ知名度を上げたいし、たまたま見てくれた方がもしいたとしたら、その方々の心を動かせるような、やっぱ見てて楽しいのは一番じゃないですか。なのでそういうパフォーマンスを届けるのは、届けられるようにとかいう以前に届けるので、確実に届けますので、どうかよろしくお願いします。では皆さん今日もありがとうございました。またお会いしましょう。ではでは、バイバーイ。